4コーナーをカーブして、さあこれからです。さあ先頭に立ったのはアグネスパレード。しかし後続の足色もなかなかいい。2番手はゴールデンジャック、懸命に追いすがります。残り 200m、 アグネスパレード先頭だ。リードは1馬身。後続の足色はどうか。ゴールデンジャック食らいつく。アグネスパレードもう一伸び。アグネスパレード1着、アグネスパレード1着、2着はゴールデンジャック。これは桁外れの強さだ。アグネスパレード4コーナーをカーブして、さあこれからです。さあ先頭に立ったのはオートリライフ、2馬身ほどのリード。しかし後続の手応えもいい。2番手は大気ブリザード、手応えは悪くありません。前を捉えられるか。オートリライフ先頭、差はほとんどない。オートリライフ厳しいか。大気ブリザード差し切った。大気ブリザード1着、大気ブリザード1着、2着にはどうやらオートリライフ。大気ブリザード見事1番人気に応えました。京都競馬場の芝 1600m にスプリンターから中距離の優まで歴戦のスピード自慢が集まりました。さあ秋のマイル日本一決定戦、マイルチャンピオンシップの発走です。さあ最後は大外枠の都市グリーン、ゲートに入って体勢が整いました。スタートしました。ポンと飛び出したのはマイスタージンガー、綺麗なスタートを切りました。予想通りマイスタージンガー先頭か。これに続いてナルシスノワール、その隣にシェイクマシーン、東マジョルカ、そのうちに続いています。好位置をキープしています。新興ラブリー、マリスハーリー、そのうちに続いています。その外にポリノウイナー、さらには石庭竜王、その隣にヤマニンゼファー、その外からジョーロアリング、内からはワイドバトル、エーシンアーク、そのうちに続いています。京都競馬場3コーナー、坂を上りそして下っていきます。さあ先頭はナルシスノワール、ここで先頭が入れ替わりました。石庭竜王、ナルシスノワール2番手に控えました。3番手に新興ラブリー、絶好の手応え。新興ラブリーいい位置です。先頭を捉えにかかります。後続も追い上げていきます。4コーナーをカーブして、さあこれからです。石庭竜王先頭、差はほとんどありません。2番手は石庭竜王、残り 200m、 新興ラブリー伸びてきた。残り 100m、 新興ラブリー先頭、ヤマニンゼファー追いすがります。新興ラブリーゴールイン。新興ラブリー1着、2着にはどうやらヤマニンゼファー。これが世界の実力だ。新興ラブリー